おかえり。はい、ただいま。はい、ということで、こんにちは、こんばんは、はじめましての方は、はじめまして、かと申します。よろしくお願いします。ということで、今回はこちらの、プリンセスメーカー5の方をやっていきたいと思っております。で、こちらのゲームは、10歳ぐらいの子供を、まあ、めでながら育てるといった感じのゲームになります。はい、ということで、早速やっていこう。あれ？これまたおかえりから始まる、もしかして。おかえり。はい、ただいま。あ、ちょっと違う、さっきと。じゃあやっていきましょうか。はじめから。ご主人様。はい。お嬢様をお預けする前に、いくつか確認したいことがございます。待ってくれ、これいろんな人が見てるから、個人情報が。ご主人様の性別を教えてください。まあ、ここは男性ですな。ご主人様の名字は何ですか？名前ね。私、かという名前でやっておりますが、本名をここでね、さらけ出します、私は。はい、高田で。では、ご主人様の名前は何ですか？はい、こちらも、すべてのね、情報、あ、間違った。すべての情報をね、さらけ出して。はい、高田健志と申します。改めましてよろしくお願いします。本名でございます。ご主人様の、はい、誕生日はいつですか？12月の16日で、一応チュートリアルじゃないですけど、操作の慣れるために前半の方だけちょろっとプレイしてますんで。ご主人様の血液型を教えてください。はい、 B 型。名字に合う素敵な名前をお嬢様につけてあげてくださいね。うわー、俺可愛い名前つけてあげたんやけどな。はい、小夏で、私の一番好きなタリタリの長野キャラクター、はい、キモータ。いい名前ですね。でしょう？お嬢様の誕生日はいつにしますか？うわー、誕生日か。どないしよう、小夏ちゃんの誕生日分からへんから、とりあえず俺が10歳の時に好きやった、なんだっけな、はるかちゃんかな、なんだっけ、っていう名前の子がいましてですね、松ぼっくりがなんかの、人形送ってドン引きされた思いあるんで、確かね、その子が10月31日やったと思うんで、見てますか、はるかちゃん。お嬢様の血液型は何でしょう？何だっけ。あー、B 型やったら気がする。では、ご主人様のご職業についてお聞き、はい、まず、ご主人様のご職業をこのカテゴリーの中からお選びください。自由業以外ありえないです、私。各カテゴリーについてご説明いたしましょうか。じゃあ一応自由業の説明だけ聞きますか。先生は先生で、経営者経営者でしょ、公務員公務員でしょ、会社員会社員でしょ。自由業だけちょっと説明をね。自由業は企業などに属さず、はい、自身の技術や能力で勝負している職業です。スポーツ選手や芸能人、作家、音楽家などですね。いいね、自身のスキルだけで生きていくから。その時々の仕事の状況によって見入りも大幅に違います。はい、その通り。もちろんボーナスなどはありません。ないね、1円もない。信用度もないに等しい。ないね、社会性のないです、信用度ない。ですが、ご自身の能力を生かして自由な仕事をしているのですから、ある意味一番誇らしい職業かもしれません。そうだよ、俺のことをバカにしないでね。わかりました、わかりました、よくわかった。ご主人様のご…じゃあ自由業で、ニートとかではないんでね、私、勘違いしないように。自由業ってどんなお仕事ですか？はい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 。ではゲーム実況者で、誇りを持ってね、生きてますんで。へえ。そうですか。もっと興味を示して俺に。はい、すべてわかりました。分かってないやろ、俺のゲーム実況者が何か。間違いありませんか？間違いありません。姓が高田健志、誕生日12月16日と B 型男性、自由業のゲーム実況者、娘がこなっちゃん、10月31日 B 型、大丈夫です。行くか。ちょっと引いてたやん、俺のゲーム実況者に。おはよう、お父さん。はい、おはよう。ご主人様、おはようございます。素晴らしい朝ですね。素晴らしいね、こんな10歳児と暮らせるんやからな。お嬢様をご主人様のもとへお連れしてから半年、だいぶこちらの世界にも馴染まれたご様子です。おそらく誘拐なんですけどね、これ誘拐。今日からご主人様とお嬢様との生活が本格的に始まります。はい。このキューブも
執事としてお使いさせていただきます。私の子じゃないでしょこれだって。でもこの文明社会の日本においては執事というより家政婦といった方が適切かもしれません。なるほど。お嬢様のためを思えばこそこのキューブもできうる限りのご助言をさせていただきます。ありがとうございます。助けてくれ。何にもわからんからということで始まるのか。あ、まだか。お嬢様もいよいよ明日から学校へいらっしゃるのですね。なるほどね。ご主人様も平日はお仕事が終わりになることです毎週日曜日はゲーム実況関係ないけど仕事とかスケジュールをお決めになったり、特にお嬢様との交流を深められることにお使いになるのがよろしいでしょう。はい、わかりました。これからの生活の進め方についてご説明いたしましょうか。これはね、なんとなく調べてきたんで、あの都度わからなかったらヘルプ見る感じにします。それではお任せいたします。お困りになるようなことがございましたらいつでもお呼びくださいね。はい。今後ご主人様には毎月頭にお嬢様の教育方針をお決めいただくことになります。そうだね。まあ、自由に育ってほしいな。俺と同じように。設定方法についてご説明いたしましょうか。いや大丈夫です。こちらも調べてきました。それではお任せいたします。お困りになるようなことがございましたらいつでもお呼びくださいね。はい、わかりました。今月の教育方針をどういたしましょうか。まずちょっと待てよ。質素に健康的に豪華に。いやー、まあ健康的にでしょう。豪華にいってね、ブクブク太られても困りますから。しかもちょっと髪型がすでにテンパで、テンパのデブとか最悪なんで、あ、ごめんなさい、この中に今見てる人にねいたら、あのゲームの中では最悪でね、リアルではもう私そういう人全然大好きなんで、はい。小遣いはまあ月1回ぐらい上げていいかな。2回はちょっと上げすぎ。週1は多すぎるね。月1回でこれさ、門限なんやな。夕方5時か夕方7時。さすがに夜9時はダメです。不良になってしまうんで。まあ夜7時ぐらいにしてあげっか。夜7時でも遅い気がするけどな。これね、勉強をしたからといって真っ当な人間になるのかと。ただやっぱり遊びすぎも良くないかもと。まあいろんな考えがあるかもしれないけど、これな、私の考えで言わせていただくと、やっぱり勉強とは やりたいように人を信用せず自分の意見を通せ。まあ多分周りからクソ自己中なやつだと思われるだろうけど、そんなの関係ない。好きなように生きてくれ。ものの考え方、納得するまで考えて、まずは考えてから、時には直感も大切、時には直感も有効、直感を大切に。どうしようかな。まああんまりね、考えて考えて考えすぎてわけわからんようになるよりかは、思ったら行動しよう。直感を大切に。じゃあこれで決定。はい、いいね。自由人っぽくていい。おはよう、お父さん。はい、おはよう。挨拶するって気持ちいいね。ねえ、気持ちいいね。おはようございます、ご主人様。はい。お嬢様の元気な声を聞くとみんな元気になっちゃいますね。ねえ、元気になる。多分今見てる人もみんな元気になる。うちの娘可愛いから。誘拐してきた娘やけどうちに来てまだ半年の、ごめんな、誘拐犯と。しかもこれ お気づきですか、部屋の隅に監視カメラを設定して常に娘の動向を監視してるからね、私は。ほうほう。ということで、まずは娘の手帳。趣味、世界と触れ合うこと情報を得ること、芸能スポーツを楽しむこと、世界と触れ合う、このね壮大さ。甘ったれなところがあります。あ、いいじゃんね。やっぱちっちゃい枝さ、甘えん坊の方が可愛いんですよ。はい、私のプロフィール、高田健志職業ゲーム実況者。今してるで、お父さん今働いてるからな。じゃあまずは教育方針は設定したんで、アルバイトの設定から。今週のスケジュールはどうなんすか。これね、ちょっとこれ受講しよう。熱血指導で学力アップ。いや、学力はいいんですよ。勉強したところでまともな職つけなかったらね、同じですから。勉強してニートになってたら一緒なんで、やっぱ自由奔放に生きてほしい、私は。ただやっぱ上品さね、女の子としての気品は、あ、これやるか。バレエかピアノかやな。女の子としての、
ちょっとこれどうしようかな。ということでこれでいきましょう。バレーバレーピアノで OK。 じゃあ休日、あ、娘とお出かけ、ちょっと出かけよう、進行深めよう。本日はお嬢様とお出かけでございますね。はい、そうです。ここ姫宮町は小さい町ですが、商店街もありますし、利用することができる施設もたくさんあります。マジか。川もあるし山もあるし、あ、いいね、自然があるってのがいいですよね。ゴミゴミした都会よりかは。隣町の浜崎市は海に面する都会です。カフェ、ファッションビル、雑貨専門店などおしゃれな買い物スポット。いや、娘にそんなとこ行ってほしくない。俺の娘には映画館や展示ホール、臨海地区の遊園地と施設の数もこの町の比ではありません。はいはいはい。一日遊んでも飽きませんよ、きっと。マジですか。買い物には大した時間はかかりませんが、施設の利用にはそれ相応の時間がかかります。後々予定がある場合などご注意くださいね。はい、わかりました。それでは行ってらっしゃいませ。はい、行ってきます。じゃあ行こうね、お父さんとお出かけしようね。こなっちゃん、行こう行こう、お父さんのこと好き。あ、好き。よし、ありがとうね。よし、どこ行こうかな。あー、どうしよう。浜崎市、駅ビル、デパート、ファッションビル、雑貨専門店、 CD ショップ、大型電気店、アニメ、オタク向けのショップが揃った。タリタリ売ってないかな。シティホテル、将来的にお前利用したらぶっ殺すぞ。お前この夏絶対利用すんなよ。オフィスビル、裏通り、裏通り4階まあ後々行ってはみたいけど、お父さん一人で行きたいな。ちょ、娘と行くとこじゃないな。まあ、ちょっと自分の住んでる町から探索してみますか。まずはどうしようかな。ちょっと公園あたりからね。やっぱ10歳児ですから。じゃあ調べよう。何かが落ちてるようだ。食べかけのスナック菓子だった。こらつ、こっち見たらあかん。こっち見といて、お父さん恥ずかしいお父さん恥ずかしいよ。これがゲーム実況者の現状なんです。町を徘徊し、食べ物や金を漁る、それがゲーム実況者なんです。悲しいあー、じゃあ移動するか。ちょっと待って、一回ファッションビルってあったよね。あった。ここに連れて行って、あ、すごい、スポーツジム、スポーツ用品、ブティック、個性的な洋服が揃う、コスメショップ、ネイルサロン。うわ、ギャルにしたくないけど、え、ブティックだってなんでブティックなの。おしゃれな言い方やな。ブティック行って、いらっしゃいませ。うわー、いるな、こういう店員さん。商品見る、高っおい、ぼったくりやろ、どう考えても10万、子供用フリフリな服。うわ、かわいいけど、かわいいけど、ちょっと待って、めっちゃ高い、なにこれ。あ、ちょっと待って、セクシーな服ってある。うわ、めっちゃ着せたい5万5千円。あ、サイズ合わないのか。なるほどね、成長したら着れるとかそういう感じなのかな。やめようやめよう、子供用品が売ってないな。うわ、しかも成長したら着れるのは絶対買おう、将来的に。移動しよっか。じゃあ、うわー、マジかー、服着させてあげたい。こっち側にも商店街あるね。商店街、ここにも、あ、あったあった、服屋さん。いらっしゃい。商品を見る。あ、あるある、ほらね、子供用のワンピース。ワンピースが好きなんですよ、やっぱ女の子は。アニメっぽ、アニメオタクで申し訳ない。女の子はやっぱ白いワンピースを着て、カーディガンに麦わら帽子っていう最強の組み合わせ。10歳児はそれに限る。あ、いいね、黄色やけど、いい、これ買おう。魅力も 10プラスでこれを買いましょう。はいはい、毎度お気に。あ、でもこういうのも可愛いな、着させてあげたいけど。まあでもとりあえずはお金にどれぐらい減るかわからないんで、調べてみよっか。あ、なるほどね、いっぱい並んでると。移動しよう。で、こっち側にもまだいっぱいあるから、どうしようかな。裏通りめっちゃ行ってみたい。土産物屋、あー、まあ土産物とか誰に、なんか買っていくのかな。
砂浜行ってみよう。調べる。何かが落ちてるようだ。お金かと思ったらゴミだった。ごめん。ごめんな、こんなひもじい生活で。ここで暮らす、過ごそう。あ、繊細さが上がった。あ、夜になっちゃったな。移動しよっか。家帰った方がいいのかな。さあ、監視。軟禁状態やからね、うちの娘は。で、じゃあまず着せ替えよう。着せ替え。オッケー。で、ジャージはちょっとダサいと思うね。まあ一回着てみるか。ジャージ。いや、ないだ。てか、うちの子がテンパなのがものすごい嫌やわ。可愛いけど。子供用ワンピース。あ、いいね。いいね。プリンセスって感じ。プリンセス。いいじゃん。一気に気品が漂う。ワンランク上がったような気がする。うちの娘が。休日。で、これ、交友を調べる。これやりましょう。友達関係ね。お嬢様に聞かれるとまずいんで、小さい声でお話ししますね。あ、そうしようね。私が独自のルートを使って調べ上げたお嬢様の交友関係をご主人様にだけこっそりお教えいたします。あ、教えて。どうしたの。ああ、くれぐれも私が喋ったということはお嬢様には秘密にしてくださいよ。言わへんて。俺のこと信用して。あくまでご主人様のためにやっているんですから。うん。え、単なる覗き趣味だろってめっそうもない。大丈夫、俺も覗き趣味あるから。今娘監視してるから。私が叱られるんですよ。大丈夫、俺は怒らへんし、娘も怒らん。お嬢様に嫌われたくないです。私の立場もお考えの上でご利用いただけることを願っております。はい、わかりました。お嬢様にはまだこちらの世界では友達がということでね、お友達がいないというあなたたちと同じでございます。よかったですね。同類。じゃあ娘と会話をしよう。親子の会話は大事ですよ。お嬢様が普段どんなことを考えているのかも分かりますしね。コミュニケーション大事ですから。絶対に話し始めの最初の会話は重要です。はい。ここで何を話すかで印象も変わりますからね。うん。ほら、何でも第一印象は大事って言いますし、大事大事。それとお嬢様の状態によっては会話に応じてくれないこともあるでしょう。いや、引っ張っていても会話するから。絶対にそんな時も諦めたら終わりです。根気よく会話あるのみです。いや、会話じゃない、暴力。関係を良好なものにするためにもできるだけ話しかけてあげてくださいませ。わかりました。なに、お父さん。ね、お父さんね、コナンちゃんの最近何してるか気になってね。どうしようかな。近頃のどう、調子は。今日も頑張るから見ててね。見ててあげよう。あ、少し深まった。オッケーオッケー。これね、確か何回でもできるはずなんですよね。何勉強のこと。歌は好きだけどあんまりうまく歌えないの。ちょっと待って、ピアノ教室行かしてるんやけど。音痴、音痴なの。うちの娘音痴なの。マジで誰か生体移植してくれへん。生体移植したら治んのかな。友達のこと友達って呼べる人はいないわ。ごめんごめんごめんな。知ってたそれ、お父さん知った上で聞いた。何、お父さん。生活のこと。私まだ小さいから門限厳しいのは当たり前よね。7時やで。10歳で7時やったら十分でしょ。7時やったらね、普通やったら5時ぐらいと思うよ。性格のこと。お出かけするより家の中にいる方が好きだわ。子やわ。一緒にゲーム実況する、お父さんと。あ、今もこれ見えるかな。これ多分実況撮ってんのかな、もしかしたら。娘は娘でどうしよう。お父さんより伸びてたらワンチャンスお父さんより伸びる可能性あるやろ。お休みやってみるか。じゃあ、なんだか眠くなってきちゃった。眠いね。眠い。もう寝なさい。一緒に寝よう。一緒にお風呂に入ろうかね。全然そんないやらしい意味とかないですよ。一緒に入ろう。ただ親子の絆を深めるためだけ。入ろう。
あ、魅力が上がった。オッケー。お父さんがいろんなこと教えたんやろな、多分。